りょうさん、手汗がひどいせいで水で消えるタイプのチャコペンが縫ってるそばから消えていきます。こまめに書き直すしかないんでしょうかね。手袋をしたら手先が動かしにくいし。あー、水で消えるチャコペン、あのこの前の生放送の1個前の生放送であのやってたチャコペンがあの水で消えるんですけど、あの時間とかで消えないんで、あの手汗ぐらいじゃ多分消えないと思うんで、あ、まだ動画上げてなかったの私で、上がってなかったら上げます。チャコペンいつの間にか色鉛筆になっててびっくりしました。色鉛筆、それは私も諦めて色鉛筆使っちゃってますよ。でも色鉛筆はでも書きにくくないですか、硬いから。あの黄色いやつだと結構いけますよ。ああ、だいたい合ってるわら。私あのだから最初あの私もケチって色鉛筆だったらあの10本で何本って安いじゃないですか、だからチャコペン代わりに使ってたんですけど、やっぱ硬い、鉛筆に比べるとやばいけどチャコペンに比べると硬いから、線を描こうとすると付きが悪いんですよね、生地によっては、うんうん、特にあのウール系とか、やっぱあのウールってチャコもそうだし、どんな生地でも基本的に印つけにくいじゃないですか、うん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 、でもやっぱそういう時に使ってみるとやっぱチャコペンはやっぱ専門用の道具だなと。リップライナーとか眉ペンとか少し柔らかくてよく間違えます。リップライナーお化粧道具でね。っていうかなんで裁縫道具箱の中にそれが入ってんだ。眉ペン最高です。あ、眉ペン使って、あ、柔らかいカラーかな。消えるの、え、消えるんだろうか。消えないじゃないですか。すごい生地とかじゃないですかね、使うのが。だって最近の眉ペンとかだって逆じゃないですか。ウォータープルーフとか言って水で消えないじゃないですか。落ちねえ。もう割り切ってもう、うん、あの切り落としちゃうとかにすればいいんじゃないですかね。ああ、あの型紙に縫い代つけて縫い代の外側に線引く分は全然いいと思うんですよ。私もだってあの金のボールペンで書いてましたもん。そうですそうです。それ完全にそうすればもう分かればいい、完全に切り落としちゃうからって前提なら、うん、きっと眉ペンがいいのかもしれないですね。そうそう、レザーに金のボールペンはいいんですよ。見えなければ何でもいいかなとかはだ。ああ、でもどうするの、ダーツとか。どうするんだろう、ダートとかは。そういうとこは別なやつを、ちゃんとしたやつを使えば。眉ペンの書き心地は神。眉ペン派が。眉ペン最高が、なんか、いらっしゃいますね。私、化粧しないから、眉ペンどころか口紅すらないや、うちんち。てか、まあ、家から出ないですからね。それを言っちゃう、もう。もう、だって仕事柄、だって洋裁を仕事にしてる人って基本的にみんな引きこもりでしょ。そうですか。私も自宅で仕事なので。色の眉ペンの使い道。あ、気に入らない色の眉ペンの使い道。かな。消えるのかな。あ、でもブラシもついてるしな。消すときにブラシでしょ。確かに、普通の眉ペンは柔らかいですけどね。私が使ってるのは結構硬めの鉛筆みたいな眉ペンですけどね。はい、仮縫い用とかに使っちゃおうかな、もう。割り切って、余ってるから。でも、引きこもれ、でも 100% 引きこもりはできませんよね、要塞はね。うんうん。まあ、記事も買いに行かない。行かないと。行かないと。営業も取りに行かなきゃいけないし。そうそう。ね、こう、請負だったら、引きこもりでもいいんですけど、うちみたいに自営の場合は自分からこう営業にいろいろ行かないと仕事がないっすからね。ギャー、にゃんこさんが暴れてる。はい、やっぱりにゃんこさん、ちょっとかまって攻撃が始まりましたか。記事も通販、ああまあね、でも通販だとね、なかなか分かりづらい、ね、手触りが分かりづらい記事もあるからな。うん、通販は半分の確率で外れますね、思ったのと違うっていうのは。厚みとかね、あとドレープ具合がね。こらにゃんこさん、いいです。はい、お、ということでもうなんか半分過ぎてしまいましたね。じゃあ昨日外れました、終わった。そしたらですね、じゃあ西日暮里に出向いて触って選ぶ。いいな、日暮里に行ける人。私もです。羨ましい。いいな、日暮里行きたいな、また。いいな、大分からだと日暮里に行くのに5万円かかるな。いっぱい生地が買えるな、そのお金で。
まあ、大阪は千葉があるんですけど、はい、やっぱり日暮里の規模に比べるとという感じですね。投稿写真コーナーに行きたいと思います。お、かわいい。はい、というわけでですね、この写真はですね、ちーママさんの、はい、小物です。これはヘアピンとかですね。はい、では投稿者コメントを読みたいと思います。ちーママさん、ちりめんの端布で作ったオリジナルです。まとめるときのバランスに注意しました。市販のものは同じようなものばかりなので、美容室でも褒めていただきました。成人式の出来にも気を良くして作った髪飾りの数々です。結婚式や浴衣にもあれこれ組み合わせて使っています。だそうです。これですね、もう一つ写真があるんですけど、小物ってなんでこんなに可愛いんだろう。可愛いですよねと、素晴らしい。おー、いいですね。成人式の時の写真だそうです。やっぱ実際にね、使ってるところがあるといいですよね。やっぱそうですね。おー、やっぱちりめんと着物の相性はいいですよね。そして娘さんのだから、かわいい、愛情もこもってるでしょうしね。うん、すごくかわいいです。これだと浴衣にも清掃の着物にも合いそうですよね。ね、そうですね。だから髪型に合わせてその数も変えたりとかできるし、自分で作ったやつがいっぱい、多分いっぱい作ってると思うん で着物の色に合わせてその着物と同じ色にしたり、逆反対色とかも手作りだったらね、合わせやすいですからね。そしてちーママさん、なんともう一つ写真送ってくれました。お、子供服かな。はい、なんと、あ、かわいい。あら、かわいい。25年前小学校の入学式用に縫ったアンサンブルです。名や知人の お子さんなどたくさん来ていただきました。型紙を起こすところから始めたので苦労しました。まだ見ぬ孫にも来てもらえたら最高ですけどね。あ、なるほど、すごいですね。25年前に、もうでも、デザイン古くないですよね。そうなんですよね、かわいいですよね。でこの襟首のこの縁取りのところと下のやつを合わせてやって、すごくかわいい。で多分ね、これ多分マジに冗談抜きで、これ多分お孫さんの代になっても愛情が見える。そうそう、全然 OK だと思います。うんうん、かわいい。いいですね。やっぱりスタンダードな形というか、タイプってやっぱ色褪せないですね。ですよね。やっぱ流行の何々っていうのはその瞬間すっごい光って見えるんですけど、うん、後で見たらパンタロン、なんでパンタロンあんなに流行ったんだろう。そうそう、恥ずかしいみたいな。でもまた、まあ、そういう流行もぐるぐる回ってくるらしくて、今の若い子の服見て、あ、これお母さん昔着てたわとか言ってこういう定番っていうのは研ぎ澄まされてっていうか、重ね重ねでずっと着て、学園の母が言ってる、お、お母さんが昔着てたわとか、厚底ブーツとかね。うちのお母さんの世代が厚底だったみたいですよ。うん、でまたヒョウ柄が、去年がファーとかだったけど、それもうちの母の時代もなんかそういうの流行ってたらしいですもんね。ということは何でだ、30年ぐらいで一周回ってんのかな、かな、なんか今年夏の水着がまたペイズリー柄がなんか流行ってるみたいなことを見て、あれ去年だったのかな、今年だったのかな、マリンルックが流行ったのは。へー、去年じゃないですか、去年一昨年ぐらい。なんかね、こう一昔で本当回ってきてますよね。回ってますね。はい、ってことはヤマンバブームまた30年後ぐらいにヤマンバ流行るのかな。あ、来るじゃないですか。来なくていい。去年から今年にかけてマリンらしいですよ。武器ってなった甘酸っぱい思い出。でも、厚底はね。でもマリンルックはあれはでもベーシック中。今マリンですね。うん、ベーシックって結構定番ですよね、うん、ベーシックというか。今じゃなくても多分来年来てもかっこいいっちゃかっこいいんでしょうけどね。うん、はい。でそしてですね、実は今回、もう一人写真を送ってくれました。はい、ショールカラーのジャケット欲しい。お、流行りの来ましたね。お、映ったかな。映りましたよ。マドカ、マドカですね。かわいい、まとまげきたー。わら、
今年のコミケはいるんだろうな、これが。唐川さん、リボンとかパーツの数が多いのと、袖付きビスチェだったのもあって全体的に苦労しました。あとよく見えてませんが、ウエスカートの小さな模様は手で刺繍しました。あと1回ウエスカートの広がりが悪かったので型紙を修正直ししたり、かなり大変でした。ウエスカートの作り直しの際、うさこさんのサイトを参考にやや円形のスカートに変更しました。結果、うまい具合にバルーンスカートとウエスカートの釣り合いがちょうどいい感じになりました。いろいろ手がかかった分ちゃんと完成できたので本当に良かったです。ワイヤー入りかな、ハミエなんじゃないかな。ワイヤーだったらもうちょっとなんかこうすごいなアップ、ワイヤーなしです。あ、ワイヤーなし、あ、ご本、もしかしたら唐川さん来てるのかな。唐川さんですね。おー、いらっしゃい。後ろの、写真も作ったのかしら、ハミエ。唐川さん、パニエ作ったんですかって質問来てますよ。すごい綺麗に膨らんでますよね、裾が。パニエ三重重ねです。後ろも可愛いな、綺麗だ。三重重ねっていうことは、三段のパニエってこと、それともパニエを三つ重ねてるどっちなのかな、どんだけボリューミー重ねたらさすがにウエストがきついな。マジ半パニエ、パニエかける3です。わらわら、パニエ、マジで、マジで、じゃあウエスト相当ゴロゴロなりません、それだと。薄いパニエ3枚ってことなのかな。なんだって、すごいな。でも本当なんかすごいイラストのちゃんとあのシルエットになってますよね、うん、特にあの下 の, あのバルーンが綺麗にいい感じに、ナイロンパニエ2個、布パニエ1個という感じです。え、じゃあってことはウエストはゴムじゃないのかな。ウエストゴムにするとだってすごいことになりますもんね、ウエストが。ほほう、ほほう、内側が布かな、すごいわ。そうね、外側が布より内側の布の方が着心地は良かろうでしょうね。素材によってはチクチクするので。ウエスカートがビスチェにスナップボタンでつけてます。いいロックミシン、重機。あ、ロックミシンに、待ち針のある。ピンクッションつけてる。私と一緒だ。ああ、そうだそうだ。私、ミシンのところに、マジックテープをボンドでくっつけてて、で、ミシンに、自体に、こういう感じで。私もピンクッションをペタってくっつけてあるんですよ、うんうんうん、でマジックテープだからベリッと外して持ち運びができるっていう、結構便利がいいんですよ。ちょっと食いついてるとこ違いますけどあれ、おすすめの生地屋さんってありましたね。ああ、おすすめの生地屋さん、どこの方かな。でもですね、そうですね、ま、となるとネットかな。日暮里ですよね。日暮里のトマトが有名ですね。そうですね、私も一点トマトで、とある用のシーチング買ってました。へー、今使ってないみたいですけどね。あ、私1メートル100円とかなんで安いですよね。あ、すごい安いです。送料送るとしても安いですね、単価。へー、うちはもうほとんどね、加藤さんっていうところでいろいろ買ってます。あ、はい、あそこ結構今度行ってみます。むちゃ聞いてくれるので倉庫の中本当に探してくれるんですよ、いろいろ。こんなんないですか、こんなんないですかって言ったら、あ、じゃあ倉庫探してみますって言って、いろいろ。そして耳が幸せになれるのが、日暮里の岩瀬商店さん。店長の声がめちゃくちゃいい声なんですよ。超低音の執事ボイスなんですよ。岩瀬商店行きましたよ。あ、行きました、行きました。お店すごいちっちゃかったですね。こうちっちゃいんですけど、店長の声がめちゃくちゃいい声なんですよ。うん、そこですかポイント。だいたい私は注文電話でするんで、声は重要です。声は80番のブロードありますかって聞いたら、はい、ありませんって答えられましたけど、岩瀬さんのところはそこ生地が柄物がね、つけられなかったです。すごいちっちゃくて、トマトよりも先にありましたよ、岩瀬商店は。一番 奥の方ですよね。奥の奥の方ですね、うん、ちっちゃいとこで、江戸人形の建物の前ですね。エビス、うん、エビス、エドウィンというお店の前ですね、うん、お店というかブランドというか会社の前にありますよ。でもね、倉庫に行くとも、うん、すごい量があるんですよ。あ、入り口がちっちゃいだけなのか。いや、倉庫が別にあるんですよ。ああ、なるほど。はい、私倉庫は本当は見つけます。見つけてください。6年ほどの先ですね。